残る卵はあと一つ。タラニスによって私の宮廷内に星明かりと可能性に満ちた密室に隠されたものです。合流点が同調し、我々の目標も見えてきた。努力が実を結びつつあるとは爽快だ。その声を聞くに笑顔を浮かべているのですか、オシリス。ガーディアンが寡黙でよかったですね。タワーにおけるあなたの厳格な評価が損なわれては大変です。この瞬間に生きていることを感じずにはいられない。まだやるべきことは山ほどあるが、これで果たせそうだ。当然最後の我が子は女王の専用区画に囚われ、なんと皮肉で理にかなったことか。考えてみろ、互いに敬意と信頼を持ち対等な立場で力を合わせていたのなら、この年以上に多くのものを築くことができたはずだ。仲間になることもできただろう。わかるか、マラ。我々は週末を迎えようとしている。あとは我々が飲み込まれるか、それとも打ち負かすかだ。そして私たちの願いがどのような結果をもたらすのか、それが気がかりですが、希望があれば恐怖にも打ち勝てる。希望、そうだ、我々の気概、行動もだ。私は何があろうとも向かう先に迷いはない。私もです。苦労を、自分たちを信じています。オシリス、私たちは長い間共に力を合わせてきました。全てが終わった時に待ち受けるものを憂いていますか。いや、歓迎するよ。正直飽き飽きしている。来たるべき未来への覚悟はできている。自分も同じじゃないのか。領域に侵入してきた。どうやって？この場所は合流点と深く関わっています。それを露呈するということは、すでに壁の中にいる敵にさらすということだったのです。
それにスコーンは長らくこの壁の中にいます。なら排除するまでだ。大半のスコーンは無能な抜け殻で目撃者に飼いならされてきましたが、中にはフィクルルの影響を受けた者もいます。フィクルルがまた現れたのか。クロウは奴が岸辺から逃れ逃亡を続けていると考えている。ペトラから地球でフィクルルのナイトたちが動いているとの報告がありました。奴らは死んだアハンカーラの力だけでなく神兵を探していたのです。ナイト戦略、奴らの強要が高まっているならば、フィクルルは願いをかけるつもりだ。目撃者のためか。そうは思えません。それぞれの目的は共に私たちと敵対するものですが一致していません。何か裏があるのでしょう。敵は卵の中の子から強引に願いを引き出そうとしています。させてはなりません。アハンカーラの子は
敵意に満ちた赤子のごとく、自制など知る由もないのです。ファイアチーム、交戦だ。奴らが成功する可能性はあったのか。こんな方法でスコーンは願いを叶えられたと思うか。いいえ、少なくとも私は不可能だと思います。ただそんな試みを見逃すわけにはいかなかったのです。宮廷で見つかった卵はこれが初めてではない。お前はアハンカーラを再び繁殖させるつもりだったのか。しかるべき選択肢を残しておこうとしたのです。ただそれだけのことに過ぎません。ずいぶん前に立てられた計画です、オシリス。それに卵は浄化しきれないほど汚染されていました。今は状況が違います。アハンカーラの生存は私が決めることではないのです。主導権を捨てることは信頼や希望を捨てるのと同じくらい恐ろしいことだ。時としてそれは我々にとっての全てを意味する。そしてその信頼のもと契約は結ばれる。お前の願いを叶えてやろう。